ベングリオン空港イスラエルに、到着しました。パスポートチェックもですね、思ったより厳しくなくて、まあ、本当にものの5分ぐらいで終わりましたね。はい、スムーズに到着できました。今日はあのユダヤ人の安息日、シャバットなので、バスなどがちょっと動いてないかなと思うんですけれども、これからエルサレムに向かって行きたいと思います。空港の様子です。今日は安息日でシャバットという安息日で、まあ、みんな休んでるんで、一番安いバスは、運行してませんね。なので10人乗りの相乗りのシャトルバスに乗ってエルサレムに向かいたいと思います。シャトルバス、10人乗りが埋まるまで、出発しないという話を聞いたんですけれども、まだ シャトルバスに乗って旧市街にやってきました。まだ中に入ってない状態なんですかね。多分いろんなあの入り口の門があると思うんですけれども、すごい。ホテルで荷物を全部置いて、手ぶらで旧市街を目指してきます。歩いています。間もなく、着くんですけれども、バックにですね、城壁といいますか、少し見えてきました。いよいよエルサレムの核心地に、行ってみたいと思います。今日は土曜日の、昼下がりで、シャバットという安息日なので、交通機関もそうですし、お店も全部、運休してますね。非常に静かです。どんな風にあのユダヤ人の人たちが礼拝守ってるのかとか知らないんですけど、ちょっと興味ありますね。嘆きの壁とかにみんな集まってるんでしょうか。あとここの鳩とか鳥とか微妙になんか違いますよ。植物とか空のなんか雲一切ない感じとかもですね、ちょっと違う場所、まあ当たり前ですけど違うとこ来たなっていう感じしますね。ここに来る前はロンドンにいたんですけども、ロンドンの晴れ間ともまた全然違う、まあ、当たり前ですけどね、そんな感じがします。いよいよ旧市街の門が見えてきました。